ドの皆さん、 1500m のスタート付近にご注目ください。これより共通女子 1500m の決勝のスタートです。出場選手はスタート後に紹介いたします。さあスタートしました。共通女子 1500m 決勝、腰ナンバー1番より中田ノアさん鎌ヶ谷第5、2番菊池ゆとりさん西原、3番根本七海さん柏第2、4番高橋葵さんくじけ、5番徳本咲さん坂西、6番和田瑞希さん白山、7番出口ほのかさん境根、8番南日向さん葛飾、9番鈴木優奈さん西野原、10番坂井舞さん野田南部、11番横澤奈々さん坂西、12番豊田真宏さん鎌ヶ谷第2、13番今泉日向さん野田北部、14番岩戸優香さん湖北、15番南里香さん大網、以上15名の出場です。さあ全国大会の標準記録は4分36秒、ちょうど失礼しました、4分38秒ちょうどです。さあまだ予選では全国標準を切っている選手はいません。さあ本日も風が強い中ですが、積極的なレースで全国大会の標準記録突破、そして3位以内で関東大会。さあレースを引っ張っているのは葛飾の南さん、まもなく 400m の通過。 400m の通過は1分10秒。競技中ではございますが、先ほど終了しました共通男子 800m B 決勝の結果を申し上げます。1着4レーン中村くん美咲、2分00秒60、2着6レーン響くん馬ヶ瀬、2分06秒29、3着2レーン町田くん野田東部、2分06秒84、4着3レーン清水くん岩名、2分07秒20、4着7レーン白塚くん長浦、2分07秒23、6レーン失礼しました、6着8レーン小口くん根郷、2分09秒71、 7着5レーン沢田くん田中、2分11秒58、8着1レーン金井くん有吉、2分13秒86でした。さあ共通女子 1500m レースは間もなく 800m の通過となりますが、ややゆったりとしたペースです。さあ 800m どのぐらいで通過するのでしょうか。先頭は南さん変わらず、 800m の通過は2分26秒、この1周は1分16秒。さあ4分38秒を切るためにはここから後半上がらないとちょっと厳しいところになるでしょうか。先頭は南さん、しかし、7名ほどの選手がまだ先頭集団となって続いています。さあ 1000m の通過がどのぐらいか、4分38秒を切るためには3分23秒では通過しておきたいところですが、さあ少しペースが上がった模様、現在2分58、59、3分。さあ 1000m の通過はおよそ3分4秒。さあここから後半上げていけるか、先頭の葛飾の南さん、そしてその後ろはくじけの高橋さん。さあ鐘が鳴って残り 400m です。さあ残り1周の通過は3分23秒。さあラスト1周を1分15秒を切って回ってくれば全国大会出場権を獲得。さあ十分狙えます。先頭はもちろんのこと、2番手3番手の選手もスパートをすれば切れるタイム。さあ 1200m の通過、 1200m の通過は3分40秒、この1周は1分14秒、先ほどの1周よりも上がりました。さあ南さん逃げる、そしてそれを追って2名の選手、藤家の高橋さんと白さんの和田さん。さあ 1300m はさあ今4分です。残り 200m を4分での通過。さあ残り38秒で回ってくることができるか、ラストスパート。さあ現在4分10。さあ2番手に上がってきたのは白さんの和田さん。さあ4分15。さあ全国大会は4分38秒がラストスパート、現在4分20。さあ2番手3番手の選手も狙えます。4分25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38、39、40。さあ先頭でフィニッシュした南さんは全国大会標準記録を突破した模様。さあ各選手向かい風に負けずラストスパート。先ほど終了しました共通男子 800m 決勝の結果を申し上げます。入賞いたしましたの